はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいますので、こちらでご紹介させていただければと思います。はい、では簡単に自己紹介お願いします。はい、愛知県の海士市というところで、腰痛専門の整体院をしております丹羽裕樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらの丹羽先生ですね、今回私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了されましたので、このような修了書をですね発行させていただきました。こちらですね、読み上げさせていただいて、お渡しさせていただければと思います。はい、丹羽裕樹殿、貴殿は KTR テクニックインストラクター養成講座を受講され、キネティックトリガーポイントリリーステクニックのインストラクターとしての理論実技の全課程を修了されました。ここに KTR テクニックインストラクターとして認定しましたことを証明します。令和2年4月10日 KTR テクニック協会代表迫田和也、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。はい、はい、ということでですね、今回丹羽先生、私のですね治療技術セミナー全課程終了されたということで、この動画をですねご覧になっていただいている愛知県海士市でですね腰痛でお悩みの方に対して、丹羽先生から一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、愛知県の海士市で腰痛でお悩みのあなた、お待たせしました。愛知県海士市で、認定員をいただきました。まず、私からお伝えしたいことは、腰痛で悩んでいる方とか、もうこの腰痛は一緒の付き合いと諦めている方は絶対に諦めてほしくないということです。で、実際に腰が痛いからと、例えば腰のマッサージや腰に電気を当てるってことは、やはり根本的な改善ってところにはいかないと思うんですね。で、実際に愛知県というのは地域柄車の運転がとても多い地域です。実際に車っていうのは本当に身近な存在だと思うんですけども、そのせいか愛知県の患者さんはの腰痛の原因っていうのはお腹の筋肉の硬さが原因だったりすることが当院の患者さんにもすごく多いんですね。なので実際に腰だけ見てても改善しないっていうことが本当に多いのかと思います。なのでこの腰痛が一生の付き合いとなってしまう前に、ぜひ私にご連絡をください。そうですね、特にやっぱりドライバーの方ってずっとこう座りっぱなしなので、はい、結果的にお尻とか腰の筋肉が伸ばされて腰が痛いですってふうに来られますけども、そこをこうほぐしたとしても結果的にその縮んでいる筋肉があって伸ばされている筋肉があったりするので、うんうん、なかなかその場しのぎというか、はいはい、その時は気持ちいいけどまた痛みが戻っちゃうっていうことになってしまうので、なのでまずは原因をしっかり見つけていただいて、そこに対して私たちが施術させていただいて、じゃあそこに対して患者さん自身でセルフケアできるようにしていけば、その痛みっていうことはですね再発しないようになりますので、その方法だったりとか知識やり方っていうことは全て丹羽先生にお伝えさせていただきましたので、愛知県海士市でですね腰痛でお悩みのあなたはですね、ぜひ丹羽先生頼っていただければと思います。はい、丹羽先生のですね治療院のホームページのですねリンクはですね下の説明欄の方に貼らせていただきましたので、そちらご覧になっていただければと思います。またですね丹羽先生の他にもですね私の仲間の先生全国にいらっしゃいますので、そちらのですね全国の認定一覧というですねページのリンクもですね下の説明欄に貼らせていただきましたので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、ということでですね、今回は私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生がいましたのでご紹介させていただきました。はい、ということで今回は以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。